前回のドロップキック、今回はですね、スロット界の妖精さんです。それでは読んでみましょう。どうぞ。怪人フェアリンを迎えての一騎打ち。これに決めました。マリカは秘宝殿伝説への道を選択。2回秘宝チャンスを引いた後に、お今すごかった、来た。マジピラミッド揃っちゃうじゃん。マジこれはだいぶいいよ。来た。なんとピラミッドを揃えてしまったマリカ。そのまま秘宝チャンスに突入し、ピラミッドを引いたからね、イエーイ。とりあえず投資全部で5000円でゲットです。やっと来ました。総投資5000円で ART をゲット。最近のマリカにしては好調な滑り出し。そしてこの後なんと、いやまあいっか。でもすごい出ました。わえ、なんと MB を完走し伝説チャレンジに突入。一体何ゲームスタートとなったのか。ドーン、やばない、伝説チャレンジでは200ゲーム上乗せ、合計350ゲームスタートという最高の出だしを切ったマリカ。しかしマリカのいい波は収まらず、あたり、うわすごい、あー秘宝らしい、ハイパーン。わクリア、 ART 開始から17ゲームでクレアチャレンジを引き、なんとも、う一度完走し伝説チャレンジに通せる。ここでも何ゲーム上乗せしたのか。2度目いくよ。ドーン、いやー楽しい。お合計でなんと520ゲームも上乗せしたマリカ。現在の出玉はおよそ1400枚で、残りゲーム数はおよそ300ゲーム。後半戦もこの調子で上乗せしていってくれるのか。一方怪人フェアリンは、さあ迷いますね。とりあえず朝ちょっとすぐ移動するかもしれないんですけど、端からちょっと打っていこうかなと思います。怪人フェアリンはバジリスク絆を選択。そして作戦通り大移動していき、ゲームスケ様よし、306、総投資1万円、2代目で2回目のバジリスクチャンスをゲット。バジリスクタイムには入ったのか。私いつもよっしゃ、ありがとうございます。怪人フェアリーも幸先のいいスタート。そしてバジリスクタイム開始時のキャラがおぼろで、継続率 50% 以上が確定。一体どのくらい出たのだろうか。とりあえず息の根はつながった。ありがとうございます。そんなつめつめじゃない、きれいにつめてないです。欲しいところ、すごい、まだいかし、サクッとおよそ1500枚出したところでバジリスクタイムが終了。そしてここで前半戦も終了。怪人フェアリンは後半戦もこのまま絆を打つのか、はたまた大移動して勝負を仕掛けに行くのだろうか。近年まれに見る激闘を繰り広げているマリカと怪人フェアリン、2人の差はおよそ3000円。おいマリカ、ここが踏ん張りどころだぞ。コツコツ上乗せしていかないと相手は一撃があるからな。久々の白星あげてやろうぜ。やだー、どうしよう、もう300切っちゃう、早い。なんか600過ぎてからが早いですね。残り600からだ、そんな気しません。あっという間に300ゲーム過ぎた。よいしょ。いやーやっと、やっとだ。片箱目使えたんですけど、ちょっとね、目標は3箱目まで行きたいので、
ここが頑張り時です。私の勝負は今がまさに勝負。そうだな、この調子を維持してってくれよな。ゲーム、ああ当たっちゃったか。バジリスクタイムには入るんじゃないぞ。バジリスクチャンスの方どっちにしました。どっか行こうかなと思ったら当たるんですね。この台がちょっと私を離させてくれないかもしれない。そうやって出玉を飲まれていくと。いいさ、バジリスクチャンス、バジリスクタイムの方に、バジリスクチャンスから BT の方に登場。くっそ入ってたか。やっぱこの会社もなかなかやるな。いやでもよく頑張ってる方な気がするな今日。いやいやいや超頑張ってるぞ。なんかたまにでも9000枚とかね出してる、万枚出してる人とかもいますよね。どういうことなんだろうと思ってたんだけど、これがずっと続くってことなんですよね。すごいな。あ、チャンス来た。お、行くよ。あー、来た。よし、今回は、なんだ。おや、マジかよ。大量上乗せに期待だな。え、なにこれ、どうすんの、どうすんの。初めて。あ、やばいやばい、どうしよう。79。あ、初めて。なんか刻みますね。あ、こっから。おお、すごい動いてる。あー、すごい、89。え、面白いよ。もっと、ドキドキする。もっと乗せたいな。あー、乗らないか、これか。あー、乗らない。ここでなんかチェリーとか蹴るといいんだけどな。とお、やったやった、もっとね、300までは行きたいよ。頑張れ、もっと。ハイパーだからすごいんだ。はいはいはい。終わらないで。やだやだ。258。あ、終わっちゃった。もうちょっと欲しかったですね。引きが弱いな。でもすごい純増が少ない分、コツ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 ずっと続いていれば減らない、増えるだけだから。それしか方法はないと思う。 VS 絆だから。相手の一撃を食らっても大丈夫なように備えておかないとだな。あらららら、終わりそうですな。このまま倒れてくれよ源之助。あら、まあ、よっしゃ終わりだな。縁起のいい一番なのに。Oh!
こないなあなたって言ったら熟成率がすごい出てくるようになりました。でこれで結構確率が上がるじゃないですか。だからジャックチェリーはあまり信用しないようにしてるんですけどね。どうしてもまあ参考程度にしないとね、痛い目見るよね。おお、来た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 、行くよ。おいいね、もう一回。ああ、あ、これ来たね。よしよし、やりました。久しぶりにゴー。なんだろう、あ、クラッシュだった。まあいいか。あれ、いきなり、早くない？ちょっとこれ2度目なんですけど、クレアチャレンジに引き続き、今のも1回で終わった。でもクレアチャレンジの1回はほんとげんなりしたね。え、嘘でしょってなりましたよね。ショック。次はそんなことのないように気をつけよう。2度あることは3度ありそうだな。これや、ちょっと移動感ガチで考えながら他の台移動しようかなと思います。ちょっと窓紛の方に座っていきたいなと思うんですけど、628、こっちにしようかな。一応前日が192なので、ちょっと250ぐらいまで合わせて、ちょっとこの台ちょっと座っていこうかなと思います。怪人フェアリーはスロットを魔法少女マドカマギカを選択。ということで、魔法少女マドカマギカの方に座っております。よし、バジリスク結構座ったんですけど、ジャックチェリーの確率が1/42、そして青頭、赤頭、青の方が、まあ、成功しているっていうのもありまして、初当たりも正直ちょっと重くなったっていうのもあるので、ちょっとこの台に座って回していきたいと思います。さすがライターってところだな。お、なんかビリビリしてる。あれ、こんな感じでしたっけ。なんか違う気がする。ざわざわしてる。あ、あ、チャンスが来てる。これはなんかありそうだけど、どう。あ、来た来た来た。キャッチできるかどうか。できなそうだけど大丈夫。あ、できたできた。これキャッチした。やった。さあ何でしょうか。いきます。あー、スプーン、あ、来た。頑張りどこ。さあ、2度あることは3度あることを証明してしまうのか。はい、頑張りどころです。頑張りましょう。泣きそう。どうしよう。本当に証明してしまったな。どうしよう。え、やばくないですかこれ。立ち直れないな。いや、よくあることだけど3回連続1ゲーム目でさ終わるってさ、ちょっとさ、しかもクリアチャレンジだよ。ちょっとさ、ふうって感じですよね。ふうって感じ。ちょっと頑張れ。はぁ、頑張れない。切り替え、切り替えましょう。そうだ、切り替えよう。はぁ、切り替えて。私もう一回引けばいいじゃない。そうよ、もう一回引こう。そうそう、次だよ次。
気持ちを切り替えるためにトートスクラブをどうぞ。実践の途中ですが、唐突に始まるこのコーナー、唐突クラブ。はい、やってまいりました。さあ、このコーナーでは皆さんからいただいたおはがきを読ませていただきまして、その読まれた方にはじゃん、番組特製オリジナル手ぬぐいをプレゼントしております。デザインは5年近く変わっておりません。はい、ということで今回おはがきをくださったのは、栃木県宇都宮市にお住まいのペンネーム妖怪人間ロムさんです。なんかいろいろ怪しいですね。さあ、ありがとうございます。マリカさん、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。いろいろと他のビッグニュースとかぶっていますが、ですが確かに自分にとってマリカさんの結婚がビッグニュースです。おめでとうございます。ありがとうございます。確かにですね、まさかの次の日に北川景子さんと大吾さんがっていうのもびっくりしましたし、その後のいろいろね、ビッグな方がいろいろ起きてますけれども、あれを皮切りにね、いろんなことが起きてますね。よかった、最初でと思って。さあ、最近ドロップキックでの調子が悪いですよね。そうなんです。もし次負けたら罰ゲームなんていかがでしょうか。罰ゲームですか。緊張感って大事だと思うんですよ。ご検討いただけたら幸いです。応援してます。ありがとうございます。緊張感はいつも持ってんだよ。いつでもだって、もう弾きたくてしょうがないのに弾けないんですよ。だからね、私本当に困って、もういつもの神頼み行ってきました。今日すごいでしょ。あんなに弾くとは自分でも思わないぐらいすごかったんですよ。だからちょっとね、今回罰ゲームないですね。ごめんなさい。まあでもそれぐらいの気持ちでね、頑張ってほしいって思ってくださってるということなので、ちょっとそれは本当に検討させていただきますね。でも罰ゲーム音嫌です。嫌だ、地味に嫌なやつ。デコピンとかどうですかって、地味に嫌ですよね。すっごい痛いじゃん、やだ。まあ負けないように頑張ればいいってことですもんね。まあまたなんかその後どうなるのかご期待ください。さあ、それでは妖怪人間ロムさんにはこちらの手ぬぐいをプレゼントさせていただきます。ということで皆さんもぜひこちらの方までおはがきお待ちしてます。そしてですね、なんとメールフォームもできたということなので、より送りやすいよ。みんな待ってます。お願いします。あー、宣言ゲームついに来ました。こんなに継続したのも本当久々だよな。あれ、でも1000ゲームってことはよく考えて、順当2枚でしょ。また足りない、いつものいつものやつ、いつもね、約何枚足りない。まあでも 1.9 くらいだから、まあ約2枚だからね、そんなもんか。でももうちょっと頑張ってほしいですよね。あ、私初めて見たんですけど、うわお、すごい、ドン。あ、はい、3度目の行くよ。クレアチャレンジが2回連続で1ゲーム目で終わってるから3度目って言ってるんだな。おお、すごい。よかった、やっと継続してる。1ゲーム目で終わるあの悲劇が2回続いてたから本当によかった。頼む、いけいけい、プッシュ、ダメかい。あ、終わらないで、あ、よかった、ギリギリ、ふう、やっと上手くなってきたよ。3度目の正直だ。でもハテナばっかり。とりあえずでも完走できればいいんだけど。あ、やば、やば。あー、終わった。30。あ、危ない。あ、またまただよ。
もやっぱりダメだった。でもやっと30ゲーム乗れたからね、プラスに捉えろ。これまでの2回が最低だったからすごい、やっと2000枚も来ましたよ。いいじゃんいいじゃん、怪人との差がどんどん開いていくぜ。おいサトゥー、さっきから全然出ないと思ってたらサボりかい。今日の給料なしにすんぞって、なんだこりゃ。まさかこれは。ネオサトゥーになっちまった。年末の怪人嵐戦は夢じゃなかったのか。アホヤスバ当たっちゃえばいいじゃんと思ってた。花火柄、ただたまにというかまさかの場合は結構外れる確率があるんですけど、チャンスアップもちゃんとあるし、当たっちゃえばいいのに。よっしゃー、ありがとうございます。移動して36ゲームで当たりました。早いな。ということでビッグボーナス、バジリスク絆から窓マギに移動して39ゲームでビッグボーナスをゲットし、ボーナス中にマギガラッシュもゲットした怪人フェアリン。マリカの顔に落書きをしようと迫り、後ろから出てきたサトゥーに気づかずそのまま一撃をもらってしまう。移動してすぐだから出玉が全然減ってないぞ。これで大量が乗せされたら追いつかれる可能性もあるからな。絶対に ART 終わらせるんじゃないぞマリカ。ということで39、移動してすぐにビッグボーナスが当たって、しかもなんとマギガラッシュ突入ということで ART の方に突入いたしました。ちょっと今日何やっても当たる日、本当に調子が良すぎて逆に怖いっていう。ただ何かのそれが間違いであってもいい流れは間違いないと思いますので、この流れに沿って頑張っていきたいと思います。このまま流れに乗られると怖いぞ。出たなネオサトゥー、悪い顔してお前は何が目的なんだ。そう、ね、調子がいいから。あ、ちょちょちょ、え、何、え、ちょちょちょ、え、何何何、え、あ、え、あれあれってネオサトゥー、なんか見たことある気がする。なんなんですかね、人の出玉を取っていこうとする。なんかネオサトゥーですよね、懐かしの。ついについに100ゲームを切ってしまいます。それ、あ、残り99、ついに見えてきちゃった終わりが。やだ、これをしぶとく頑張れるのかしら。でもうちょっと時間があるので、できればやっぱ最後までね、調子のいいまま終わりたいじゃないですか。しかも目標を2500枚に変えたからね、まだ足りないわけですよ。もう少し頑張りたいんだけどな。え、でもね、自分の中ではかなり上出来だと思ってますよ。ただ欲を言うと頑張りたい。ダメだよ、まだまだ頑張るんだよ。いい流れには乗れなかったみたいだな。そのまま終了でお願いします。でしょう、ね、チャンス、ただ青文字
だいぶ違いましたよね。まあでもやってからいいね。とりあえず、すぐ当たってくれたんでよかったです。193名発見抜けましたけど、はい、分からなくなかった。イエーし。で、一応ボーナス終了後はわけが分からないようだったので、あまり天国には期待してないですけど、あればいいなと思いながら行っていこうかと思います。このまま当たんなくて出玉減らしてってくれ。マリカはって、おい終わりそうじゃねえか。なんとかしろ、なんとか。来た来た、残り5ゲーム、どうかな。4、終わっちゃうよ。さあ、これはもう、わあ、いつではラストです。あーでも頑張ったな。1243ゲーム、あ、なるほど、まあ頑張りましたね。まあ確かに最近のマリカにしては上出来だよ。ここでまたチャンスだよ。行こう。お、光ってる光ってる。あ、来た来た。あ、ドラゴンだよ。 ART 終わってすぐチャンスか。よし、ドラゴン倒しちゃおうぜ。ここでちょっと追っかけよりはまだね、期待度が高いですからね。ヒットせんのかい。待って、あ、危ない。あ、勝利、完璧。あ、すごい、すごくないですか。いや、ほんとすごいよ、今回は。頑張れ、こっからこっから、ドン。ちょっとまあ調子もいいので一回フェアリーちゃんのところを見ていきたいと思います。よし、箱持ってる、箱持ってる、どこ、あ、でもどこか、意外とどう、あれ、絆じゃなかったんですか。絆ちょっと微妙そうだったんでやめました。あ、そうなん、はい、窓麦、はい、好きなんですか。はい、結構打ってます。あ、そうなんだ、はい、なるほど、とすごいですね。そうなんですよ、おめでとうございます。あ、ありがとうございます、はい、よかったです、勝てて、はい、はい、ほんとよかったです。じゃあ頑張りましょうか。はい、頑張りましょう、はい、ありがとうございます。失礼します。ちょっとあれだ、私頑張んないとな。どうかな、どうかな、この後。でもちょっとホッとしたのでいけそうな気はする。え？え？どうしたんだ？え？ちょ、え？ちょ、え？な、ちょ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 、え？何やってんですか？え？待って待って待って。え？ちょっと。さて、さて、ちょ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 、こんなのやってるからいけないんだよ。こんなの。さて。ちょっとちょっとこれ持ってってよ、これ。ちょっと。あのサトゥーはこの仕業だな。ポイしてやる、ポイ。勝手に人のだよって。まあな、マント一枚であんだけできればある意味すごいけどね。あ、ただ下皿がなくなってしまったから上からコインの方を取らせていただきます。自分の相当値の方がそんなに使っていないので、マイナスになることはおそらくないかなと思います。このまま当たんなくてマイナスになることはあるでしょう。あらら、マリカさん、もう終わっちゃうんですか。いける？どう？無理か。ダメだ。試しにさっきのマントを羽織ってみるってのはどうかね。さあね、まあまたチャンスがあると思いましょうか。
しゃあないしゃあない。結構早めに ART 引けたし、次も早い段階で引けるでしょう。次は明日から使えるかもしれないこちらのコーナー。続いてのコーナーは実践立ち回り講座。はい、始まりました。ということで、はい、このコーナーではゲストの方に講師になっていただきまして、普段やっている勝つための立ち回りを教えていただこうというコーナーでございます。はい、はい、ということでまず最初に、はい、フェアリンさんの去年の収支を教えてください。去年の収支が、はい、一昨年は結構プラスだったんですけど、うん、去年やっぱり仕事が絡んだっていうのもあって、うん、どうしてもまあホールだったりとか機種だったりっていうのがもう限定されちゃってっていうのがあって、うん、プラスの50いかないぐらいです。でもすごくないですか、ちゃんとプラスって、はい、プラスになりましたね。よかったと思って。そのじゃあ一昨年すごかったって言ってた。一昨年はあのプラス50よりはありました。すごい、はい、そうなんだ。じゃあそのためにどんなことするのかっていうのを教えてほしいんですが、はい、まずはですね、あのお休みの日、はい、丸一日オフだぞという日には、はい、どんな感じで。あ、私最近ちょっと立ち回りが変わってきたっていうのもあって、その一昨年はもう勝つだけっていうので結構やってたんですよ、うん、まあいろいろなサイト見てこうどうなこうな、あ空いてるみたいな感じでやってたんですけど、うん、今年とか去年とかはもうなんだろう、好きな台にお金を入れるっていう方の方に立ち回りになっちゃったんですよ、うん、だからまあもちろん勝つためにもやるんですけども、そっちの方で結構私は時間を費やす方が多くなってきてますね、うん、なんか、はい、やっぱりお仕事柄もね、はい、こう好きな機種っていうのを極めた方がやっぱりいいっていうのもあるし、はい、そうですそうです、ね、どうせだったらこう1日もったいないなと思っちゃって、そのなんかガツガツした立ち回りをやるんであれば、好きな台でまあいっか負けてもって思えた方が気持ちいいかなって思って来たんですよね。あれですよね、打つ時間が前と比べてちょっと少なくなっちゃったってことですよね。そうですそうです、仕事がね、はい、増えちゃったから。そうか、はい、まあそういうのもありですよね、はい、でも、まあ、朝から行くんであればやっぱ朝一広角が見れる台とかだったりとか、うん、まあ、ちょっと天井狙えそうな、まあ、据え置きの方が厚いホールさんとかだったら、そのお客さん情報を見ながらこう立ち回ったりとかはしますね。一応そのお店選びどうやってするんですか。最近はちょっと引っ越してしまったので、うん、東京に来てからっていうのがあるんですけど、まあ、今までちょっと行ったことのあるホールさんとかをちょっと行ってみたりとか、うん、あとはまあ携帯サイトでリニューアルオープンだったりとか、うんうん、そういうのを見ながらこう行ったりとかしますね。やっぱ大事なんですね。はい、ただ並んだりとかはしないですね、はい、じゃあ朝行くってなったら何時頃から、はい、朝行こうと言ったら、まあでも9時50分とか、うん、そのちょっと10分前ぐらいに行ったりとかはしますね、うん、あ、そういう感じなんですね、はい、じゃあまずお店に入りました、はい、では何をしますか。何をする、うん、飲み物買います。おー、最初に。なるほど、あ、はい、台とかを見る前に1回買います。あ、1回飲み物買う買う、うんうん、あの台取りの用の。あ、そっちか。その前に買わないですね。、はい、そうなんだ。じゃあ買って買ってで、はい、見て、うん、でお客さんがやっぱりそこのホールさんの常連客に合わせて、うん、あの同じ動きをしようかなって思ってます。で、まあ、要するにこうジャグラーと花々があったら、ジャグラーコーナーの方にお客さんがいれば、もちろん花々よりかはジャグラーの方が、まあ、高設定入ってるのかなっていう期待も持てますし、うん、そういう感じで見たりとかしてますね。はい、狙いちゃんと周りの動きを見て、はい、あとやっぱプロがどれだけ多いのかっていうのも見て、そういうことか、うん、プロが多い店って結局食べれるじゃないですけど、うん、まあ要するにいい店だっていうのもあると思うので、うん、そこの方の立ち回りを見つつこう自分もちょっと行ってみたりしますね、うん、はい、じゃあ実際に打ちます今から、はい、ってなったらそういう時はなんかデータとか取るんですか。取らないです。じゃあ一応なんだろう、今携帯とかだとアプリで撮れるじゃないですか、うん、一応ああいうのは撮るんですけど、うん、それ以外はデータはあんまり撮らないですね。そうなんですね、はい、じゃあ例えば、はい、2万円使えました、はい、その後どうしますか。2万円使って当たってない、まあ、当たったり当たんなかったり、あー、そうするとその台が高設定用になったらもちろん打ち切ります、うん、でも
なんか今の台って正直高設定でも出ないっていうのもあると思うので、そうなるとちょっと天井狙いに変えてみたりとか、ゲーム数狙いに変えてみたりとかっていう風な立ち回りをしたりとか、あとノーマルに行ったりとかして、出玉をなんとかこうマイナス分を増やそうとして、してからまた高設定狙いに行く可能性も高いかもしれないですね。なるはい。ほど。じゃあその段階でお店は変えたりとかは？あまりしないですね、私の場合は。付近だったらすると思うんですよ。でも、わざわざちょっと電車乗って遠くまで行ったりはしないですね。あ、そうなんですはね。い。じゃああともう一個気になるのはは、い。お財布の中に例えば1万円しかない、はい。はい。そういう時どうしますか？ノーマル行きます。あ、やっぱりはい。そうなんだ。やっぱりノーマル行って、増やしてから行くかもしれないですね。あとは、パチスロじゃなくて、パチンコの方に行って、アマデジとか行って、アマデジでちょっと出玉増やして、で、その増やしたお金で、まあ、お金にして、それでコインにする可能性が高いかもしれないなでるすほね。ど、はそうい。いうパターンもありはで。い、あ、はい。そっか、パチンコもできるからそうですね。パね。チンコの方がやっぱお金も使わないっていうのもあるんで、そうです倍ね。遊べるって思っちゃうと、パチンコに行って1万円だと結構遊べるじゃないですか。で、アマデジだと、まあ、なおさらもっと遊べるので、なんかそういう感じで行ったりしますね。はい。あ、そうなんだ。はい。なるほど。じゃあ、はい。まあジンクスとか、もしああ。もあったとしたら、はい。教えてほしいなと思うんですが。ジンクスとかはやっぱりあるんですよね。どうありしてますよも。ね、オ結カル局。トとかありますよね。ある。言ってなくても、オカルトなんて言ってる人はちょっとあれですよとか言ってるんですけど、ありますから、で本す当よに。ね。パーカーとか、なんか変な、まあ、変なじゃないですね。普通に洋服とかでも、これ昨日負けたなとか、で、ちょっとこれなんか着てると負けるなとかで、ちょっとこうやめようとか。あとこのブラシは負けるなあ、とそこか、も？結構、あ下着とも？この化粧は負けるなとあ、化か、粧でもありますね。なんか一つ負けることがあると、なんこれダメだったのじゃないかなって思っちゃって、すごい。気にしちゃって、あ、こっちの方が勝てたなとか言ってやったりとかしちゃってます。あちょっととわこかる。う打つ時とか、今日右かな今日左あ、かなわとかか、あと人差しもうこれ、人る。差し指ですよね。ですよ。ですよね。中指かなとか、中指かなとか、あと親指かなとか、で、変えたりとかしてます。なん割と、か、割と、はい。ちょっと嬉しい、そういうのあっ本当でて。すか？嬉ちょっしい。とし ますよね。します。服は特に私もわかありるなますとよ思っね。なんか、て。こう、匂いがあるのかなとあ、思って。そうなのかな。負けの匂いが。なんか、必ずその服着ると本当に負けるんあですりよ。ますよね。そうなんですよ。多分、負のなんか、ね。あれがあるんじゃないですかね、多分。そう、絶対なんかありますよオね。ーラ的なものとかがああ、るよと思かっいます。た。ありまあすりまよす、ありね。ます、あ結りま局、す。自分の中でね。はい。なるほど。はい。じゃあ、そ最んな近感じのです。はい。おすすめな、自分の中で一番ハマってるはまってこる。う打ち方というか打ち方。ありますか？あ、でも最近は、でも、AT、ART よりかは、ノーマルタイプの面白さがすごい分かってきたっていうのがあって、単純になんか面白いなっていうふうに、もう全然アマチュアですけど、もう昔の4号機とか3号機とか知ってる方に比べたら、なんだこのガキはって思うかもしれないですけど、リーチ目探してみたりとか、逆に知らないから、打って面白いなって思うところが結構ただあってきて、なんかそういう花火だったりとか、サンダー V とかっていうのを、こう、打つようになってきましたね。わかります。はい。あと、ゲームセンターとか行ったりとかして、昔の台を知ろうと思って、ゲームセンター行って、ちょっと打ってみたりとか、昔の機種があったら、ちょっとすぐさまちょっと打ってみたくなっちゃうっていう、ちょっと職業病に近づいてきてる感はありますね。はい。ちょっとでもなんかわかる気がします。そういうね、はい。楽しさっていうのそうでは、す、そうです、やっぱなんなんか。か今からでも全然そういうの好はきっい。て思えるのって大事ですよね。はい。だやっとぱ思う。そうだなと思ってきて、勝つっていうよりも楽しいっていう方の方をちょっと最近こう取るようになってきたなと思います。ライターになってから変わったことって言えば。はい。確かに皆さんにきっとね、楽しいところを伝えたいって思うからそうなったんですそうね。です。ありながるとうごほざいど。ます。うまくまとめてくいれやいて、やいシュッや。
つってということでね、はい、フェアリーさんは楽しく打つという立ち回りということですね、はいはい、皆さんもぜひ参考にしてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。シェイシェイ。おお、2回で終わってましたもんねもうちょっと頑張りたかったな。お、え、こんな揃い方する？え、おいおい、またピラミッド揃いかよ。え、ピラミッド揃った。え、びっくりしちゃった。やば、来た来た来た、ありがとうございます。来ましたよ。まさかそんなに何回も引くと思わないですよね。さすがに。ありがとうございます。嬉しいなーね。さすがにめちゃくちゃ嬉しい。ことぶきパワーって実在すんのかな。おーさて、マント取ったらほんと普通だよね。あっちゃボスの調子が上がるように何かやることありますか。何しますか。なんか上がること何でもしますって。何をしてくれるんですか。逆に何がしたいですか。何したいですか。はい、何かいりますか。あー、お金、お金欲しいです。お金欲しいですね。お金を欲しいって。わかりました。ちょっと持ってきてください。ありがとうございます。1000円もらえて、当ててボスの出玉増やしましょうって。1000円でか。1000円で何すんだよ。うわー、はーですかよって打つわけないよな。普通に考えたらノーマルタイプかな。まあまあまあ王道だよね。本当に1000円入れちゃったよ。まあもらったお金なら好きに使っていいけどさ、今日の給料それっきりね。はい、残念。そんなことして当たるわけねえよ。当たらねえっつの。マジか。1000円ジャグラー成功。本当に。いやー、久々にサトゥーさんの素のリアクションですな。で、何ですか何ですか。はい、早く早く、はいはい。おー、すごい、さすが、おめでとうございます。当ててボスの出玉やりました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ビッグで頼みます。レグで頼むぞ。レグで、
と引き強さとさすがだぜ。すごいワキワキしてる。ありがとうございます。え、いやいやいや、よし、とりあえず佐藤さんが当ててくれたので私も当てなければ300枚以上は獲得、頑張っていきたいと思います。佐藤の引きはすごいけど今回のマリカには勝てないぜ。あ、今回もダメそうか。マリカさん、おお、ラストで、いやー終わった。1、2、3、次の冒険に出発だ。おお、ラッシュが出てきた。頑張ろう。結局ダメだったけど、なんかな、もうひと波最後にないんかな。2箱半か、もうちょっと欲しいとこだよね。ただ一つだけ、頑張ってるマミサギ。これが最後の当たりになるんじゃないでしょうか。あー、当たってしまったか。このまま当たらず終了してしまえばよかったのに。随分と差がついただろうし、ここで追い抜くのは難しいでしょう。めっちゃ早かった今。忍者かと思った。2回連続でチェリーだったよ。おお、来たー。頑張れー。あ、ドラゴンだ。もっと頑張って。おー、いいね。これいけたっしょ。これはヒットしましたわ。あー、もうちょい。あー、待って、びっくりした。危なかった。あー、来た来た。来たー。ヒットせんのかい。ヒットせんのかい。いや、でもこれいけたでしょ、多分。おー、いけた。あ、もう来た。素晴らしい。うまいぞ、今日やっぱり。最初の ARD が終わってからというもの、秘宝チャンスが100ゲーム以内にやってきて、そのままサクサクと ARD をゲットするマリカ。怪人フェアリンの猫ちゃんパンチなんて効かないぞ。ここから延長戦に突入するが、マリカはこのままずっと継続させてってくれよな。どう？あ、まだ待って、まだまだ待って。おお、セーフ。うまいぞ。あの準備中割とうまいですねって言ったらダメだった。あ、まあプラス40だから大きい。40あるのはでかい。なんか、あ、あ、あ、乗せた乗せた。よーし、来たー。うわ、そんな乗る？すごい、こんな乗る。おし、おし、いくよ。すごい、すごい。
ゲームスタート、でかいっす、非常に大きいでございます。カイジェフェアリーの悪あがきが見られた。勝敗の行方はどうなったのだろうか。この後すぐ。今回の実戦ホールは毎度おなじみ将軍田畑店。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。さあ実戦終了しました。お疲れ様でした。 では早速ですが、はい、結果発表していきたいと思います。お願いします、はい、ではまず私からいきますね、はい、じゃん、すごいですよね。そう、私今日秘宝伝を打ったんですけど、はい、まあ、最初はどうなることかなとドキドキしてたんですが、はい、ターンスゾーン2回スルーしちゃったんですね。2回スルーして3回目でピラミッド揃いして、はい、あーすごい。で100ゲーム乗せた後に、おーおーおー、え、伝説で、あ、そう、はい、そのままであの、はい、ピラミッドパワー解放っつって200ゲーム乗ったんですよ。わで350スタートして、スタートがすごいですね。そう、はい、その後クレアンチャレンジで完走しまして、はい、わー、完走、夢のある完走、びっくりしちゃって、すごい、全部で520ゲーム乗りました。はあ、そうでバーっと行って、はい、もうすごくって、もう1000ゲーム以上消化しまして、うわ、でまた終わってからも当たったりピラミッド揃いしたりなどなどありました。はい、で今回は投資が5000円で、出玉が3261枚ということで収支はプラス4万9000円です。おめでとうございます。ありがとうございます。バトルなんですけど、やっぱ勝ってるっていうの嬉しいですよね。わかります、それ。で負けてたらやっぱなんか出られるんですけど、からよかった、超いい子、しかも今年入ってプラスになったってことは。そうなんです、おめでとうございます。 ありがとうございます。なんか本当にこれ撮ろうかな、これあ違うか、あすいません、違う番組やっちゃうね。本当というわけで私の方も、はい、やらせていただきたいと思います、はい、実は私まだ続いてるんです。え、そうなの、はい、スロット魔法少女マドカマギカでまだ続いておりまして、残りがざっと言って260ゲーム残っている状態なんですけども、まずはここまでの収支の方を言わせていただきたいと思います。はい、朝はバジリスクを教わりまして、そうだ、広角をちょっと見つつ、うん、3回目で投資がちょっと発生してしまったんですけど、うん、それが ART に入って、うん、でそれがちょうど1535万、すごそうなんです、おぼろスタートしてくれたので、うん、まあ、継続率がいいものにいったんではないかなっていう形で、うん、1500枚すごい、ですよ、だってチラッて見に行ったら1300枚以上あって、そうなんですよ、わーと思ったんですよ、もうわー生きて帰れると思ったんですけど、うん、でその後ちょっと、まあ、大的にその設定判別とかいろいろした結果、ちょっと、うん、中間設定ぐらいかなって思ったので、他が良すぎたので、うん、なのでちょっとやめてで、はい、回ってみたんですけど、バジリスク絆で回ってみたんですけど、はい、まあ微妙かなと思って大移動をしたんです、うん、スロット魔法少女マドカマギカの方に、はい、そしたらなんと低投資ではないですけど39ゲームで当たってくれて、それが ART に入っていろいろこうなってプチボーナスだったりとか、まあ、それ結局エピソードボーナスをさっき引いて、そうなんです、そこでガツンとちょっと、はい、まあ、200ゲームぐらい乗せることができまして、はい、え、やばいね。そうなんです、ちょっとさらっと言っちゃいますが、はい、総投資の方が1万円、はい、で出玉の方が、今は1500枚ほど持っております。収支の方が、プラス12000円、おー、でここに括弧自分って書いてるんですけど、どういうことですか。途中で佐藤さんに1000円渡したんですよ、はい、なんか給料が50円、今日の給料50円って言われたんでちょっとかわいそうだなと思ったんで、確かにかわいそう、1000円ちょっと渡したら1000円でまさかのジャグラーでビッグを揃えてくださいまして、それをまさかくれたんですよ。なのでそれを6000円、え、すごいじゃないですか、ほどですかね、4000円ほど、ほら見て、あの堂々とした歩き方、そうなんですよ、すごい全国のサツーファンの皆様、どうも
サドゥですみたいな感じです。あ、そうです、難しいですね。すごい、もうすぐですか、すぐだだパペカみたいな、えドンドンボーナスビッグどうぞ。そうなんですよ、なるほど、やっぱすごい、びっくりしました。やる男ですね。 やりましたね。さすがです、めっちゃ引き強いんですよ。あ、なんか結構見てました、見てました、あの番組見てました。本当ですか。はい、それで結構やるじゃないですか。だって私途中でなんか怪人に負けないでじゃなくてサトゥーに負けないでって言われるようになったんですよ。イエーじゃないよ、イエーじゃないよ、本当にすごい。そうなんですよ、それのおかげでプラス16,000円に増えました。プラスだ、プラスに終わりました。よかった、よかった、よかったです、よかったです、ありがとうございます。素晴らしいです、サトゥー様様です。あ、やっぱ可愛い子には優しいんですね、ちゃんと。失礼なことなかったですか。なんかまあ中止なんだかとかとか中止をとしたの。あ、逃げた。あやっぱそういうことするんだな。でもまあスロマがそういうの修正してないでつって、はいはいでね、ちょっとあのお断りしました。間違いないです。はい、じゃあまあとりあえず今回は、そうですね、久しぶりにプラスの戦いでしたけど負けちゃいました。私勝てました。やったー。おめでとうございます。ありがとうございます。本当にあの心苦しいんですが、はい、この後爆発してもらいます。はい爆発します。はいはい、ということで今日本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。楽しかったです、よかったです、はい、では皆さんまた次回も見てくださいね。じゃんけんぽん、うふふふ、勝ったー。やっぱ人妻は強いですね。え、そういうこと。でも勝ったよ。やっぱ母は強しですね。まだ母じゃないです。最後に悪あがきを見せた怪人フェアリンだったが、マリカのことぶきパワーに遠くを呼ばず撃破。やったな、久々の勝利だぜ。終始もプラスで終われたし、いいご祝儀になったんじゃないか。しかしこれことぶきパワーってことは結婚が普通になったら終わっちゃうのかな。たまには刺激を。いやいや、ダメダメ。